教えてマスター Q&A 阪神ジュベナイルフィリーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。阪神ジュベナイルフィリーズですね、はい、まあなんかね、あの去年金馬 ね、はい、でも最近ね結構ねソダシが勝ってるし、で去年なんかもソダシとユーバーレイベンいるからね。はい、そうです。たまにすごいいい年ありますよね。でその前もレシステンシャだしね、うんうん、あ、そうだ、あら、意外と出世レースな。で、あの後、だから4年前はラッキーライラックね。まあ確かにソウルスターに、はい。まあまあリスグラッシュとか見るか、まあまあいいメンバーじゃない？そうですね。よく考えたら、桜花賞と同じ条件ですもんね。うん。2013年はね、ハープスター負けてるからね。あ、確かに。すごいよね、そう考えたら。はい。なんかこのレースのイメージって、なんか気性がすっごい強い馬が、なんか能力のまだこうレースの慣れてなさをうまいことカバーするっていうイメージがすごいあります。あ、確かにね。でも本当、まあ最近ね牝馬が強いからね。そうなんですよ。だからそういうのもあってね、結構こういう活躍馬が出るんだろうね、はい、ですよね。マスター結構今年の3歳はオス馬が強くなったっておっしゃるじゃないですか、うん、でも今年の2歳の牝馬って確かにちょっとレベル的にはあれかもしれないです。ああ、そうね。だから、はい、まあ、ちょっとね、あのだんだん世代はちょっとやってみなきゃ分かんないけどね、うんうん、でも本当にあの最近はね牝馬が強いからね、あの昔だとね牝馬限定だからって言ってね、牝馬限定のレースばかりして、あの今後のやつ、今後の G1 には通用しないって感じだったけど、最近全然そんなことないからね。逆に牝馬の方が強いぐらいだから。うん、あの POG をやってるんですけど、うん、2歳馬結構追ってるんですよ。で、あのオス馬5頭、牝馬5頭でやってるんですけど、牝馬1頭も勝ち上がってないんですよ。それまずいね。はい、もうあのみんなディープの子なのに勝ち上がってないんです。でもあれだよね、最近はさ、もうさ、あの早期デビューしないとやっぱり、ね、クラシック乗れないから、やっぱ今の時期で勝ち上がれてるのは結構厳しいね。そうですね。あ、じゃあちょっと牝馬全滅かもしれない今年。まあでもね、まあまあ、あの、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。それではあの今年の主な出走馬を見ていきたいと思います。今年ね、なんかまあね、2歳の重賞いっぱい最近増えすぎてさ、まあ、意外と勝ってくれるけどね、はい、ただまあどれもねすごい絶対的な中心馬っていうのは今年はあんまりないかなって感じがするけどね。確かに、ソダシなんかもうずっと注目度高かったですね。あ、そうね、去年なんかはね、確かにね、うんうん、あとなんかね、一昨年ぐらいはね、なんだっけな、なんか圧倒的人気の馬がいたりとか、意外と断然人気だったりするんだけど、でもなんかまあ意外と人気馬勝つんだけどね、はい、今年はでも多分このウォーターナビレラが一番人気なのかなっていう感じぐらいで、そんなにでも被る感じはなさそうだよね。確かに、さっきも言った気性が悪そうな馬チェックつけてるんですけど、うん、意外と半分ぐらい気性が荒そうで面白そうです。あれですよ、ファンタジーステークスの出てきそうな3頭とか。あ、3頭とか悪いんだ。そうですね、あとアルテミスステークス2着のベルクレスタも気性悪そうって書いてあって、あとステルナティーヤとかも気性悪そうっていう評価をしてます。あ、なるほどね。結構じゃあどれも気性悪そうで大変だね、はい、これね。はい、ちょっと意外とね、なんかね、今年大波乱ありえる気がするけどね。なんかね、調べると人気馬あんま強くないんだよね、実は。はい、という感じ。じゃあエリザベスに続き、はい、そうね、という感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは早速皆さんからの質問にお答えしていきたいと思います。1つ目、阪神芝 1600m の特徴を教えてください。今年は変則開催で阪神競馬10周目です。例年より使い込まれた馬場になっているかと思いますが、注意するべき点があれば教えてほしいです。あのね、阪神 1600m も何度も解説してるんだけども、まあ、基本的にはね、あの向こうの、3コーナーまでの直線が長いので、そう見ると枠順の有利不利はあんまりないよね。むしろ、まあ、あの真ん中ぐらい打ち過ぎてもダメだねっていう枠順、あのことが出てるんだけども、まあ、だからそう見るとあんまり、枠順は気にしなくていいよねってコースです。で、まあ差しも届くコースではあるんだけども、やっぱり向こう上面の距離が長い分、うん、ペースが極端にスローになると、昔あの桜花賞でレッツゴードンキが逃げ切ったように前が残ったりもするんで、そこら辺は注意した方がいいかなという感じがしますね。ただまあ今年ねマイルチャンピオンシップなんか行われたコースだけども、その時はグランアレグリア勝ってるからね、そういう意味では実力が出やすいコースかなと思いますね。はい、ありがとうございます。
それでは続いてファンタジーステークスからの質問です。2番人気1着のウォーターナビレラ、1番人気2着のナムラクレア、6番人気5着のアネゴ肌が出走予定です。ウォーターナビレラは逃げ馬と離れた2番手で、マスターがよく言う絶好位を追走していました。新馬戦は逃げ、2戦目も2番手追走で展開には恵まれていますが、いつも最後までよく伸びる印象です。ナムラクレアは馬込みの中でかかっていたように見えました。2走前の小倉2歳ステークスでは大外分回して勝ち、3走前のフェニックス賞では出遅れましたが、すぐ先段に取り付き雨の不良馬場を勝っています。ただ1600メートルを走ったのは新馬戦3着だけです。距離は大丈夫でしょうか。アネゴ肌は新馬戦はダートで先行しましたが、その後は芝で後ろから追い込む競馬をしています。マスターはどの馬を上位に取りますか、という質問です。まあね、一つ目はまずウォーターナビレラ、これ3連勝中で多分これが一番人気になりそうなのね、今回ね。はい。でやっぱりさっき言ったちょっと波乱になりそうな一つ目、このウォーターナビレラがやっぱね、ファンタジーステークスも、いつも僕が言うように逃げ馬から離れた2番手で、まあそういう意味で言うと、まあペースも速くない逃げ馬から離れた2番手っていうのは、まあスローの短期逃げと同じ状態で気分よく走れて、かつペースも遅かったよねっていうことで、まあ前回強く見えるんだけども、まあ展開に恵まれて、感が強くて、今回、まあ、ちょっと競られると本当にこの能力を発揮できるかなっていうところが一つ、ポイントがあって、そういう意味で言うとちょっと、波乱の様子の一番目なんだよね。で、まあ、3連勝で、まあね、能力的にそこ見せてないから上がり目あるよねっていう見方ができるのと、まあ、ファンタジーステークスは今お話したように、離れた2番手でペースも速くないという展開に恵まれたと。で実は2走前の、勝った時も、スローの 6000m というかね、62秒は超スローなんだよね。超スローの2番手追走で押し切っただけだから、まあちょっと3連勝してるけど、まあ調べると内容的にはそこまででもないよねっていう感じがしてます。で、2着のナムラクレアは、まあ、この方言われてるようにちょっとね道中でかかってた分もあって、あとやっぱ位置取りも後ろだった分もあるので、まあ直線で一旦並びかけて突き放されてるのがちょっと力の差があるように見えたけども、そういう意味で言うとレース内容としてはそこまで着差ほど能力差がないかなっていう感じはしてます。ただ、はい、デビュー戦のね 1600m 戦がやっぱり好意を追走して伸びを書いてるように、であとまあその前回 1400m 戦でも引きたがってるように、やっぱ距離伸びるの良くないと思うんだよね。ああ、はい、なので強的に、まあ、ナムラクレは距離で厳しいかなって感じがするんだよね。でまあ猫肌はちょっと離す上位から離されちゃってるんで、今回は厳しいかなと思います。なの でそういう意味で言うと、まあ、ウォーターナビレラがこのメンバーでは一番いいけども、ただウォーターナビレラが、一番人気になるのを考えると、まあ、3連勝で3戦とも超展開に恵まれてるんで、もしかすると何かが、先行馬がこすると、厳しい競馬になる可能性があるので、まあ、波乱の可能性はあるかなっていうのはそういうところから来てるということですね。はい、ありがとうございます。 あとさっきさ最初の質問でさ答えなかったけどね、このウォーターナビレラで分かったけど、はい、先行馬実は今週阪神10周目なんだけども、うん、そうだ、で阪神10周目で実は阪神競馬もほら京都開催がなくて阪神ずっと使い込んでんだけど、ね、今の阪神なんか分かんないけど、まあ、今の競馬もなんだけど、やっぱり阪神を使 いっぱい使うこうとしてるからか、意外とね使っても時計配慮馬場荒れないんだよね。はい、だからそういう意味で言うと、まあ、そんなに馬場も荒れないような気もするんで、まあ、このウォーターナビレラの場合は前行った馬が残る馬場の場合にはやっぱり有利になると思うんだよね。はい、それがまあ阪神10周目でやっぱちょっとずつ内側に外差しになった時にはやっぱりちょっとこの馬が飛んで波乱になる可能性が高くなるかなという感じがします。はい、ありがとうございます。それでは続いてはアルテミスステークス組からの質問です。7番人気1着のサークルオブライフ、2番人気2着のベルクレスタ、4番人気4着のシンシアウィッシュが出走予定です。サークルオブライフは後方の内で足を貯めて先行したベルクレスタをゴール前で差し切りました。サークルオブライフは新馬戦3着ですが、この時の1着はイクイノックスで東京スポーツ杯で勝ち強かったです。ベルクレスタは新馬戦でスタートが悪く外を回って2着で、この時1着のセリフォスはこの後新潟2歳ステークスとデイリー杯2歳ステークスで連勝しました。
シンシアウィッシュは中段でややかかって追走していて、最後も伸びましたが上位とは離されました。マスターはどの馬を上に評価しますかという質問です。多分ね、このサークルオブライフがまあまあ2番人気か3番人気になりそうなのね、今回で、はい、波乱、この阪神ジュビナイルフィリーズが今年荒れそうだって言ってる2つ目の理由は、このサークルオブライフが勝ったアルテミスステークス組の上位がちょっとどうかなっていうところが2つ目の理由です。で、なんでかっていうと、アルテミスステークスの日は実はね、かなりインコース有利な馬場状態で、実はね、この2着のベルクレスタっていう馬を、はい、僕前回このアルテミスステークスで訪問して、実はこれ結構後輩と当たったんだよ、このレース、アルテミスステークス。はい。で、ベルクレスタを訪問し、サークルオブライフも紐に入れていて、で、後輩と当たったんだけども、で、このレースの点、アルテミスステークス見てもらうとわかるんだけども、逃げ争いをした2頭がね、ポツンポツンと離れて先行して、離れた3番手をベルクレスタが追走していたのね。で、その後ろの中段のインコースにいて、サークルオブライフも足を溜めて、直線、切れ味で瞬発力で差し切ったんだけども、この日は今お話したように、インコースが有利な、かなりインコースが有利な馬場状態で、ロスなく乗ったサークルオブライフは、やっぱりそのいい有利な馬場は、デブルクシがうまく乗った感じがあるので、そう見ると、ベルクレスタも、2ゲームは2頭から離れた3番手の絶好位を追走しての2着で、サークルオブライフはインコース有利な馬場で中段のインで足を溜めて直線だけ外に出しての競馬での勝利ということを考えると、実は2頭ともね、あんまりないレース内容としては、まあその着順ほど価値があるとは言い切れないっていうところが1つ目で、あと実はこの4番人気4着のシンシアウィッシュは、まあ、外を回りすぎたわけじゃないんだけど、まあ、馬込みの中に行って、じりじり伸びての4着なんだけど、このシンシアウィッシュが、実はこの後、一勝クラスの特別で、ちょっと一番人気背負って負けてるわけよ。そういうのも含めて、はい、アルテミスステークス組、ちょっとレベルも大丈夫なのっていうところと、かつ、このサークルオブライフと2着のベルクレスタ2頭とも展開に恵まれたよねっていうところがあって、そのレベルの大丈夫なのプラス1着2着は展開に恵まれたよねっていうことを考えると、この2頭も人気ほどの信頼感はないよねということを考えると、ちょっと阪神ジュビナイルフィリーズあれそうな気がしてくるでしょ。さっきの、ファンタジーステークスの勝った馬もそうだし、だからそういう意味で言うと、この人気馬がみんな危なそうだよねってところちょっと思ってます。で、今この質問にあってね、1つ目、まずイクイノックスに負けたのがサークルオブライフはデビュー戦で3着なんだけど、これね、イクイノックスからね、なんか忘れちゃったけど7馬身とか8馬身離されてるのよ。で、まあ、それでこのイクイノックスの2着馬もそんなに強くないから、そう見るとイクイノックスだけ別格だったと見れば、まあちょっとサークルオブライフを評価するのどうかなっていうのが一つ目で、ベルクレスタに関しては確かにね、このセリフォスがその後3連勝中で10勝2勝してるんだよね。で、それとね、レース内容互角だったので、まあデビュー戦の内容はまあ負けて強しの内容なんだけど、ただ今お話したように、この前回のこのアルテミスステークスの2着がね、やっぱ2ゲーマーから離れ 2頭から離れて3番手でサークルオブライフに刺されたことを考えると、まあ一応、まあ、サークルオブライフとベルクレスタは互角だけども、でかつまあ4番人気のシンシアウィッシュがこの後負けてることも考えると、アルテミスステークス組は、まあ、無視はできないけども、人気ほどの能力はもしかしたらないかもしれないよねってところで予想を組み立てた方がいいかなと思ってます。あ、このレースだけを見たらなんかこの2と強っいう風に見えましたけどね。いやいや、そんなことないんで、だからね、実はレースちゃんとレースに行くと、はい、この日かなりインコース有利な日で、はい、1番人気のね、ルメールの馬がね、断然人気の馬が4着に負けてるのよ、はい、それは外回っての原因なので、はい、そういう意味で言うと、はい、やっぱりこのスカッター馬も、2着のベルクレスタも、ベルクレスタは2頭から離れた3番手を気分よく追走してると、で勝った馬を打ち出しを貯めてるってことを考えると、はい、どっちもちょっとどうかなって感じがするんで、波乱要素になりそうということで、この今のところでファンタジーステークス、アルテミスステークス組の人気馬がみんな危なそうと、はい、危なそうとは言わないけども人気ほど強くないよというふうに思ってます。あ、一番主要なレースなんですけどね、どっちもですね。だ、そういうところもあります。はい、はい、ありがとうございます。それでは続いてはステルナティーヤに関しての質問です。はい、サウジアラビアロイヤルカップで2番人気2着のステルナティーヤについて、はい、スローペースで前目を追走しましたが、
後ろにいたコマンドラインがスローペースを気にしてか中段からまくって2番手につけ押し切り勝ち。ステルナティアも追いましたが届きませんでした。新馬戦も大外を回りましたが快勝でした。今回はルメール騎手が騎乗で人気になりそうですが、マスターの評価を教えてください。まあね、この勝ったコマンドラインっていうのがね、なんか世間ではペーパーオーナーゲームで断然人気になってる方だよね、これね。あ、そうですそうです、ね、でそれでこれがクラシックの有力候補って言われてるんだけど、はい、実は個人的にはこのサウジアラビアレーシングカップの2着のステルナティアが今回あれでしょ、ルメール乗るんだよねこれ。で多分これも多分2番人気か3番人気になりそうなんだけども、これもね、はい、実はちょっと冷静に振り返ると、まあ、超スローペースで時計もあんまり速くないんだよね、これ1分36秒5だから、まあ、コマンドラインは別格だと見ても、はい、ただコマンドラインもこれ本当に強かったかどうかちょっと怪しいんだけど、で実はこのステルナティアも、はい、3番手を追走して、それで2着なので、で、まあ、2着って言ってもね7頭だったし、実はねもうちょっと見ると、はい、このね時1頭1個後ろにいた3着の、ね、スタニングローズって馬がいて、でスタニングローズがこのあとね、はい、デイリー杯2歳ステークスで5着に負けてんのよ。あ、はい、でその前新潟2歳ステークス3着で、その馬にねちょっと迫られてるんだよね、うん、正直。だからそういう意味で言うと、この実はサウジアラビアレーシングカップ組も、まあ、ちょっとコマンドラインはまあ別格だとして、まあ、ちょっとそれは覗いて、まあ、コマンドラインはあんま強いかどうかちょっとなんとも言えないんだけど、これもこれを別格だと見ると、前回迫られた3着馬スタニングローズ、首に迫られたスタニングローズがこの後ちょっと前その前だから新潟2歳ステークス5着でデイリー杯ねスローの2番手追走で伸び書いてんだよね。ちょっと、はい、ちょっとこれも言うほど強くなさそう。あら、じゃあこれも重賞レースがだから今ね、どうレベル的には1番人気2番人気3番人気の3頭ちょっとどれも危ないよねって話をしてるわけ今、ね、あら、ちょっと面白そうでしょ、だからバッケン的に、そうそう、波乱の、はい、だから今回ルメールで人気そうになりそうなんだけど、まあどれも全く通用しないって話じゃないんだけど、どの馬もうちょっと人気ほどどうなの、はい、というふうに個人的には今のところ評価は思ってます。ああ、このレース確かサンデーレーシングの3頭で決まった気がします。あ、そうもうね、投資も少ないしね、まあまあそこ、はい、使い分けでさ、まあしょうがないねっていう感じですね。はい、ありがとうございます。それでは続いて1勝クラスからです、はい、赤松賞から、4番人気1着のナミュール、6番人気2着のパーソナルハイが出走予定です。パーソナルハイが話し逃げをしましたが、直線でナミュールに刺され2馬身差つきました。ナミュールは新馬戦でも赤松賞でも出遅れから前目につけて2馬身差で勝っています。今年の赤松賞のレベルが今一つわからないのですが、マスターの見解を教えてください。実はねこれね、まあ前回パーソナルハイっていうのが逃げて話し逃げで、で、ナミュールが刺したんだけども、でこの日はね、もう本当にインコース、なんか東京の芝がねインコースばっかり出る日で、この日もでそれをね、はい、ナミュールね外回って刺してるから、これ前回強かったよ。だからでね、かつね、はい、なんか他のレースのレベルよりもそれもこれ、うんうん、まあ外を回って刺してるから、これなんかパッと見ナミュールが一番強そうなんだよね。ただまあ中にしてこれでちゃんとレース使うのかどうかちょっと謎なんだけど、まあ、はい、なんかいろいろ時計とか通った位置取りとか、あとね、ゴール前の余裕とかいろいろ見るとパッと見は今んとこのナミュールが一番強そう。わあ、これは、どうなんだ。確かに直線結構まだリードでありましたもんね。そうそう、実はね本当、はい、まあ後でね見てもらう、この日実は本当に外回った馬が芝全部惨敗してて、実はこの日の最終セミナーツの最終レースなんかも先行馬と内枠の馬で穴当たってるんだけど、はい、内と先行馬内通った馬しかね実は構想してなくて、そのナミュールはね外大外分回してね、うん、楽勝してるから。ちょっと強い気がするけど、ね、逆にだからこの逃げたパーソナルハイは今回ダメなんだけど、はい、はい、いやこれなんかそれ時計もまあまあいいし、なんかねこれ実は赤松町去年赤い鳥の娘が勝ってるレースだからね。
そうですそうです。だからなんか出世レースかもねこれ。あ、確かに。でもあの本当に残り300ぐらいからすごく長くいい足使ってたなっていう印象です。そうそうそう、ペースも遅いけどその、ね、あの33秒0なし使って、はい、まあ強かったんで、なんかまあ今のところこれが一番強そうかなって感じがしてます。わあ、ありがとうございます。はい、それでは続いてです、続いてはラブリーユアアイズに関しての質問です。KO 杯2歳ステークスから3番人気3着のラブリーユアアイズが出走予定です。このレースの勝ち馬キングエルメスとは前々走のクローバー賞で対戦しており、ラブリーユアアイズが1着、キングエルメスが5着でした。スローペースだったのでキングエルメスがに展開が向いたと思います。ラブリーユアアイズは少し出遅れ、中段の馬込みに入り走りにくそうにも見えました。今回初の 1600m となりますが、マスターの評価を教えてください。まあね、この方言われてるように、あのラブリーユアアイズはあのクローバー賞でね、そう逆に先着してるんだよね。で、その時はラブリークローバー賞もスローで、ラブリーユアアイズはあのスムーズに先行して押し切ってるんだけど、で逆に前回は KO 杯2歳ステークスはラブリーユアアイズがちょっとデスタートで出負けしたこともあって、逆転されちゃったんだけど、まあなんかうまく気分よく先行できればラブリーユアアイズなんかも通用してもおかしくないかなって感じがしてます。だからまあ逆転してもいいんじゃないっていう感じがするけどね。ああ、なあ、すごいですね、これ。そういう感じですね。本当に混戦になってきました。そう、だからちょっと馬券的には面白いと思います、どれも。はい、ありがとうございます。それでは続いては白菊賞からの質問です。3番人気1着のルージュラテール、5番人気2着のサウンドビバーチェ、8番人気3着の東方ラビアン、1番人気8着のシンシアウィッシュが出走登録しています。逃げた東方ラビアンを外からルージュラテールとサウンドビバーチェが差し切りました。マスターが逃げると予想していたトップキャストは逃げず、むちゃくちゃかかっていました。一番人気のシンシアウィッシュも飛んで小死闘数なのに小波乱となったレースですが、シンシアウィッシュは出遅れ、内に刺さるのを気にしてか外を大きく回っていました。右回りは合わないのでしょうか。ルージュラテールは最後方で足をため最後よく伸びましたが、前々走のアイビーステークスではスローペースで先行して3番人気6着でした。足をためる競馬が合うのか、白菊賞組のレベルが低いのか、どちらでしょうか。まあ一つね、まあ、結論から言ってしまうと、この勝ったルージュラテールがこの方でアイビーステークスでスローで先行して6着で負けてる馬が、まあ、勝ったように白菊賞ちょっとレベル低いと思うんだよね。なので基本的にはまあ通用しないと思うんだけど、まあ、あとだからね、問題はこの、まあ、シンシアウィッシュが能力発揮できなかったとはいえちょっと負けすぎな感もあるんで、だからこのね、シンシアウィッシュが弱いと見る、まあね、そもそもこの白菊賞がレベル低いと見て、それでさらにね、そこで惨敗してるあれね、あれがそのシンシアウィッシュがアルテミスステークスで4着って考えると、アルテミスステークス組も危ないしね。だからみんな人気馬ちょっと危ないよねこうやって比較していくと、はい、うん、だからちょっとまあこの、まあ、基本的に白菊賞組ちょっとみんな大して強くないよねっていうとこと、うん、でその中でもシンシアウィッシュ負けちゃってるからね、うん、まあどれもちょっと人気馬危ないからちょっと大波乱あるね。難しいレースですね。難しいレースだと、もう本当に全然比較つかないんで、展開とか馬場状態次第でもゴロッと着順変わるようなメンバーかもしれない。ただまあさっき話したように、なんか感覚的には今のところこのね、あの赤松賞勝った波打るだけもしかしたら強いかもしれない。うーん、なんか久しぶりですねこのレース荒れそうなの。まあでも荒れそうだね本当に。はい、楽しみです。うん、というところですね。はい、それでは最後の質問に行きたいと思います。最後はルメール騎手に関しての質問です。今年も200勝しそうなルメール騎手ですが、金層でうまいとなったレースがあれば教えてください。また明らかにルメール騎手が過剰人気で飛びそうなレースを選んで買うのはありでしょうか。もしくはルメール騎手が来そうな硬い軸を選んで人気薄のこなす来そうな馬を選ぶ買い方の方がいいのでしょうか、という質問です。なんかルメール最近前にあった、最近か、なんか最近って言われるとちょっと難しいんですけど、私がでも見事だなと思ったのは去年の菊花賞のアリストテレスですかね。 あれは見事だね、はい、あれはルメールじゃないか、危なかったよね。だからまあ、あれだよね、まあ、唯一コントレールをあんだけ苦しめた同世代の馬だからね、
そうですよね。だからジャパンカップこの間の見て思ったのは、うん、やっぱりこうアリストテレスって馬自体は展開の助けがすごく必要なんだなっていうのがよくわかりました。でもやっぱ距離が長くなると、うん、長距離ほどルメールの底力が発揮されるね、はい、すごいですね。なんかヨーロッパの絶対勝ってやるぞっていうのが見えました。まあね、オーソリティなんかもやっぱね、うんうん、その前のアルゼンチンもだしジャパンカップもだし、やっぱルメールじゃなきゃあんなに来ないもんね。そうなんですよ。あの一口話をやっていて、うん、あの運よくルメール騎手に乗ってもらったりするんですよ、うんうんうん、でも勝てない時があるから、勝てない時があって、で会った時に聞いてみるんですよ。あの覚えてるかわからないけど、うん、あのどこどこのクラブのなんとかって馬はどういう印象でしたって聞いてみるんです。で大体覚えてくださってるんですよ。さすがだね。はい、でもその時ルメール騎手が絶対言うのが、反応が遅くて足が遅かったって言うんですよこの上にないほど褒めてもらえてないので、なんかルメール騎手もあんまりやっぱり能力の低い馬を持ってこれないんだなって思いました。そうだね、持ってこれないのはね、うん、でも本当に、はい、足が遅いって言われたらもうしょうがないでもあれだよね、本当やっぱ、うん、やっぱなんかルメールはやっぱ、まあ、毎日やっぱり長距離戦の方が出るね。そうですね、うん、という感じがするけどね。でもなんかまあ、確か豊さんも長距離上手ですもん、まあ、そうだね、そうだね、うんうん、まあやっぱ長距離だとコース取りとかいろいろね、はい、やっぱ、ね、乗ってる距離長いから負担も大きいだろうしね、馬にとっては。はい、そうですね。ちなみにマスター、この馬券の方はどうですか。ルメール騎手が、はい、これでもね過剰人気で飛びそうなレース、一つだけ教えてあげると、大体さ、はい、みんなあのルメールだから過剰人気になるのはいつもなんだけど、飛びそうな、うん、ルメールが飛びそうか飛びそうじゃないかって分かんないから人気がその通りなのよ。素人が分からないのよ、はい、そもそも。だからそうなんですよ。だってさ、ね、うん、このかってそれもルメールが来そうな硬い軸とさ、ルメールが過剰人気飛びそうなレースさ、はい、素人に分かるわけねえだろって。分かんない。だってさ、私もだって足が遅いって分かってたら選ばないですよ。そうそうそう。だからやっぱ、はい、ね、結局競馬って人気投票だからさ、みんなが来ると思ってるから売れてるわけで、過剰人気かどうかって素人に分かるわけないし、で、あのね、人気でも来そうかどうかって、来そうな硬い軸かどうかなんか誰も分かりっこないよ。だ分かりっこないよねって話だけど。はい。そうですよね。こんなの分かるならね、だからこんなの分かったらみんなさ、過剰人気なの消せば、当たると思ってるのみんな過剰人気だって消すじゃん。でも過剰人気になってることはみんなが買ってるから過剰人気になるわけだから、まあそんなの素人に分かるわけないやんはい、でね、そうですね、だからね、で絶対硬いってことは競馬なんかないわけですさ、で硬いと思ってるからさ、みんな単勝1点何倍でも買うわけじゃん。でもそれでも来ないことがあるんだからさ、はい、だからみんなもう硬いかどうかもみんな素人には分からないし過剰人気かどうかも分からない。だからあのね、あのね、あの思ったよりも人気がなくていい、うん、いい馬券なんて世の中にはそんなねえぞということだよねそんな感じで、そんなね、そう簡単な話じゃないんですよ、というだけですね。だからそういう意味で、うん、はい、どっちがいいですかって言われてもお前らにはわからないと、うん、はい、もうじゃあたくさん勉強します。そうだからなかなかでもね、はい、今別にお前らにはわからないっていうか、まあ僕もわからないし、うんうん、基本的には人気、はい、人気がね、やっぱりみんなが決めてるわけだから来るよねって思ってる馬が人気になったりし、みんなが危ないと思ったら人気にならないわけよ。まあそれだけだよねって、はい、ですね。ありがとうございます。もう本当勉強になりますね今日も。勉強ならない。でもね、あの最近ね、硬い陣は、まあ、エリザベスのうちの硬い陣は多かったからね、ちょっと久々にこうやってね、うんうんうん、解説してもどう見てもありそうだなって感じはするけどね。いや本当いい情報がたくさんあったので、ちょっと今回楽しいです、はいはい、ありがとうございます。それでは教えてました Q&A 阪神ジュベナイルフィリーズでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。